西寄りの風が強まってきていますので雲の流れが今朝は早くなっています。今日この後県内は冬型の気圧配置が続き東部を中心に晴れるでしょう。上空の寒気は弱いので西部の方でも日差しは十分届きそうです。今日の最高気温は仙台で8度と昨日より3度くらいダウン、平年よりはやや高いんですが今日は風が強まりますので空気は冷たい一日になりそうです。一方で空気乾きますので洗濯物の掃除 OK です。天気の大きな崩れもありませんからね。ただ風が強まります。そして空気が乾燥しますので強い風に飛ばされないように、そして火の取り扱いには十分注意していきましょう。